6月21日午後3時24分クラインの里。わざわざ送っていただいてありがとうございます。ついでだから今日もいろいろ調べなきゃならないし、ちょっと考えたんです。迷い様があの殺人をおやりになってないのなら、迷いちゃんはおやりになってないよ。ええ、もちろんそうです。でもそうなると他にいるわけですよね。そうだな、犯人な。その犯人が。そうなるね。そうですよね。どうしたんだ？考え込んじゃったぞ。ハミちゃん、なんか心当たりあんのか？今日の裁判。どうだった？初めての裁判所は。もうびっくりです。あんなにたくさんの人を見るの初めてでしたから。そうなんだ。迷い様がとても小さく見えておかわいそうでした。迷いちゃん、実際に小さいからな。それ身長の話？それに、あのひらひらの服を着たキザっぽい女の方。ああ、カルマ検事のことか。何ですか、あの態度は。あたかも迷い様がやったって決めつけてるみたいに。私、明日こそ引っ叩いてやりますとも。明日の法廷は見逃せないな。そうだね、叩かないでしょ。検事、どうしてあの女の方は迷い様をいじめるのですか？弁護士とは逆に被告の犯行を立証するのが検事なんだよ。被告が無実だろうと構わない。自分の手柄しか考えてないんだ。そんなでも中にはいい検事さんだっていますよね。ん？そんなやついないよ。検事なんてみんな同じさ。あいつだって結局そうだったんだ。蜜月の話？あいつというのはどなたですか？迷い様のおっしゃっていた蜜月検事さん？なんかさ、変なこと言ってるけど、蜜月どうしたんだ？昔の話だよ。今はもういないんだ。日本にいないってことかな？え？つまらないプライドを抱いて、死んだよ。え？マジで？そうなのですか。え？死んだの？蜜月。犯人について。ところでさ、はい、何でしょうか？はるみちゃん、心当たりはない？この事件の犯人。何をおっしゃるんですか？いや、さっき考え込んでいたから。私、何も見ておりませんから。ということはなんか見たな。何も見ていないか。そういえば事件があった時、はるみちゃんどこで何をしてたのかな。それにこの鍵、一体いつ拾ったんだ、こんなもの。はるみのアリバイ。そういえば事件があった時のこと聞いてなかったよね。はるみちゃんどこで何をしていたの？霊媒があった頃。あ、また私ごときもののことなんて、どうでもよろしいじゃありませんか。隠し事は苦手みたいだな。こっそり教えてよ、誰にも言わないから。え、マジか。うわ、もしかして見えちゃっているのですか？そんな可愛い顔してもな。うん、はっきりと。嘘つけませんね、なるほどくんには。どうすりゃいいんだ。とりあえず鍵気になるな。これどこで拾ったのさ。はるみちゃん、これなんだけど。事件があった日に拾ったんだよね。はい、この鍵がどこにあったかすごく重要なんだ。教えてくれないかな。はるみちゃん、どこで見つけたの？焼却炉で。焼却炉？庭にあったやつか。蓋が開いていたのでちょっと覗いてみたら。それっていつのこと？霊媒が終わって皆さんが大騒ぎしていた頃です。ふーん、なるほどくん、どうしたの？お母様には内緒にしておいていただけますか？え、キミコさんに？はい、
焼け残ったゴミを拾ったなんてバレたらお尻を叩かれてしまいます。わかった、キミコさんには秘密にしておくよ。焼却炉か、調べてみた方がいいかな。あー、じゃあ焼却炉に行ってみようか。同日、某時刻、綾里家集権者の間。ひっそりしている。今日は集権者たちの修行があるって言ってたけど、もう終わっちゃったのかな。とりあえず、なんだ、対面の間に入ってみようか。同日、某時刻、綾里家対面の間。あれ？キミコさんがいる。僕には気づいていないみたいだ。何やら写真に向かって語りかけているぞ。怖い。よろしくて？見ていてごらんなさい。やっとチャンスが巡ってきた。この日をどれだけ待っていたことか。覚悟なさいな、マイコ。なんだって？誰？あら、なるほどさんじゃござあませんか。今見ていた写真ですけど、あーた、あれですわね、今日はご活躍だったとか。はい、ありがとうございます。私、法廷の方へ行けなくて申し訳ござあませんでしたね。ほれ、あれでござあますわ。集権者たちを見ておりましたので。写真のこと喋る気はないみたいだな。家元がご不在でございますから、私のような文家の者が稽古をつけておりますの。とりあえず話そうか。事件のこと。何か思い出したことありませんか？そうでございますわね。僕たちが警察を呼びに行った間はずっと？ええ、もちろん、迷い様のそばにおりました。除霊の術を施して、解放して差し上げて。それは昨日も聞きました。他に変わったことは？そう言われましても、あれでございますわね。新しい材料が欲しいんだけどな。ございませんわね。ごめん遊ばせ。なんだか馬鹿にされてるような気がするな。集権者の修行。毎日やってるんですか？集権者さんたちの修行。修行。そうでございますわね。事件があった次の日だけはお休みいたしましたけど、その修行にはやっぱり迷いちゃんやはるみちゃんも、こうちゃん付けで呼んでたら怒られるんじゃ。ほらー、なるほどさん。ははい。急に怖くなるんだよな。あーた、何度言えばお分かりになるんですか？迷い様にはるみ様でございます。すみません、迷い様とはるみ様って、はるみちゃんもですか？ついででございます。やれやれ、ひどいことになったな。口の聞き方にはお気をつけなさいな。このざます言葉、なんかあれだよね、ちょっと特殊だよね。家元って迷いちゃんのお母さんなんですよね。舞子様、素晴らしい霊媒師でございます。その家元は今どちらに？行方不明でございます。行方不明。今から16、7年前、舞子様はある霊媒に失敗されたのでございます。それ以来姿を消してしまわれました。おそらくもう二度と舞子様は戻られますまい。4年後、舞子様の名前はこの里から消えるのでございます。消える？里を20年空けた者は誰であれ死んだ者とされますから。そうなんですか。今から4年後、クラインの里には新しい家元が生まれるのでございます。それって、このまま行けば迷い様だったのでございますが、あんな事件を起こされてしまってはね。気のせいかな、笑っているような。いや、なんかこいつ怪しくない？迷いちゃんのことはめようとしたんじゃないの？いや、とりあえず、どこだっけ、渡り廊下。なんか出てるぞ。同日、某時刻、綾里家、渡り廊下。おや？焼却炉のところに誰かいるな。
あ、こっちに気がついたみたいだ。ものすごい勢いで走ってくるぞ。あら、はあ、はあ。確か、あなたは歯医者の。弁護士の、なるほど、龍一です。どうぞよろしく。まあ、ご丁寧に、こちらこそよろしく。どうしたんですか？息を切らせて。え？そうですね。私、ちょっと興奮しちゃってるんですよ。興奮？だってここ、霊媒の本場だから、見るべきものが多くて。へえ、例えば何があるんですか？例えば、あの壺とか、ご存知ですか？あそこに飾ってあるやつか。古ぼけた壺にしか見えないぞ。話そうか、壺のこと。あの壺、言い伝えでもあるんですか？子供って書いてあるな。あれって、この里の宝物なんですよ。へえ。あの中にですね、封じ込められてるんですって。あの、何が？決まってるじゃないですか。怪しさと京子の魂ですよ。怪しさと京子？誰ですかそれ。嫌だなあ田中さん。ほら、クライン流霊媒堂の創始者の京子様ですよ。ほら、と言われましても、あの壺に魂が宿っている限り、綾里家の霊力は不滅なんですよ。ロマンチックですよね。ロマンチック。そんなありがたい壺なら何か手がかりになるかもな。あ、調べれる？事件について。のどかさん、事件のことですけど。事件？ほら、霧崎先生の。他に何があるんだよ。ああ、ちゃんとそう言っていただかないと。私、何も知りません。控えの間で寝てましたから。手がかりがないんです。気づいたこととかありませんか？そう言われても興味ないんです。私には何の関係もない事件だし。霧崎先生にクラインの里を紹介したのはのどかさんだ。つまり知り合いだったのに関係ないはないだろう。交通事故で亡くなったお姉さんは霧崎外科の看護師だったんだし。怪しいよな、交通事故。じゃあお姉さんの交通事故について教えてください。どうして今回の事件と関係があるんですか？それは分かりません。でもとにかく何か手がかりが。え？またこれはサイコロック。どうかしましたか？どうやら口を開かせる必要があるな。今は分かんないんじゃないか。とりあえず調べようか。壺。こいつに魂がね、見れば見るほどひびだらけだ。隙間だらけで魂なんか漏れちゃいそうだけどな。なんだ、字が書いてあるぞ。子供？子供？変なの。クラインの壺。はいはい。で、これこれ。そういえば、はるみちゃんが言ってたっけ？焼却炉の中でこの鍵を見つけたって。これさ、装束じゃないの？紫色だし。ちゃんと調べてみるか、焼却炉の中。これは、どう見ても、迷いちゃんの。血がついてるな。ほんの少しだけど。布切れ。はいはいはい。この焼却炉でこいつが燃やされていた。ここからはこの鍵を見つかっている。どうやら今回の事件を解決するポイントになりそうだな。あとなんか調べれるか？特に変わらないかな。でもあの焼却炉は気になるな。でも調べたじゃん。あと調べれるのって控えの間。なんもないかな。なさそうだな。この人にとりあえず、壺のこと聞いたらなんか、ごめんなさい。せっかくですけど、いりません、そんなの。いや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 、お前がさ、壺すごいって言ったんじゃん。誰があげるって言ったよ。
え、これは？あ、ダメ。じゃあ、間違った。とりあえず移動して、控えの間に行ってみようか。同日、某時刻、綾里家控えの間。今日も布団が膨らんでいるな。とりあえず、そっとしておいた方がいいな。なんか寝てんのか、これ。すみません。なんだ？誰も寝ていないや。あ、膨らんでるだけ？これも調べられないんだっけ？これこれ、さっきから気になってたんだ。確か、事件が起こる前は置いてなかったよな。どうやら、一升箱のようだ。随分大きい。ほとんど空だけど、消息が数枚畳まれている。うん、それだけ？あとは？ここら辺は一緒だね。ここも一緒かな？で、熊も一緒？霊媒の里。ないかな？じゃあ。次は何すればいいんだろうか。移動する集権者の間。あ、そういえばさ、なんだ。あそこ行けないのかな？あ、留置所。当日、某時刻、留置所面会室。あ、なるほどくん、待ってたよ。よっぽど心細かったみたいだな。どう？どう？調子は。何か分かった？うん。まあ、ぼちぼちと。なるほどくん、目が泳いでるよ。もうちょっと時間が欲しい。明日までには何とかするから。ごめんね。会うたびに迷惑ばっかり。話そうか、とりあえず。今日の裁判。どうだった？今日の裁判は。さすがなるほどくんって感じだったよね。もうダメって思ったらいつの間にか逆転してるの。演出？あれ。バカ言うなよ。法廷が終わるたび命が音を立てて縮んでいくよ。ほんと、ありがとう。ね、なるほどくん。桐崎先生を撃ったの、私じゃないんだよね。そうだよ。君は完全に無実だ。本当にそうなら嬉しいよ、私。でも、あの部屋には私と桐崎先生しかいなかったんだよ。屏風の後ろは？見た？ちらっとだけど人はいなかったかな。夏美さんもそう言ってたな。完全無罪。あのさ、なるほどくん。ん？なるほどくんはどうして信じてくれるの？私が桐崎先生を殺してないって。千尋さんが教えてくれたんだ。お姉ちゃんが？霊媒師は夢を見ないって。霊媒中は意識が途切れるから夢なんか見られるはずがない。あ、そういえば、じゃあ、私。迷いちゃんは犯人じゃない。多分、霊を呼ぶ前に眠らされたんじゃないかな。眠らされた？最初から計画されていたのかもしれない。桐崎先生が死ぬことも、迷いちゃんに罪を着せることも。そんな、はるみのアリバイ？はるみちゃんのことなんだけど。はみちゃん？あの子、どうしても教えてくれないんだよ。事件があった時、どこで何をしていたか。え？なるほどくん。はみちゃんを疑ってるの？いや、そういうわけじゃ。見損なったよ。いい？はみちゃんはね。とってもいい子で、可愛くて、いい子で、可愛くて同じこと言ってんだ。あの子が犯人だなんて思ってないよ。ただ、何か隠してるんだ。あの日、迷いちゃんはあの子と一緒だったよね。二人でね、マリツキして遊んだの。マリツキ、ねえ。手がかりにはならないかな。マリ？そのマリについてもうちょっと聞かせてよ。え？そう言われても普通のマリだよ。私が霊媒の準備を始めてからも遊んでたみたい。ハミちゃん、マリ大好きっ子だから。大好きっ子。マリが見たいんだったら、一升箱の中に入ってると思うよ。一升箱？ハミちゃんいつもあそこにしまってるんだ。あのね、控えの間にある一升箱あったな。
大きいからすぐわかると思うよ。控えの間の一升箱か。とりあえずさ、これ聞いてみようか。壺。それ、クラインの壺だよ。京子様の魂が封じ込められてるの。それなら知ってるよ。創始者なんでしょ、霊媒の。お、なかなかのマニアっぷりだね。嬉しくない。でも、しばらく見ないうちに、ずいぶんボロっちくなったな。それだけ？これは？なにこれ。さあね、さっき焼却炉で見つけたんだ。あれ？今日ってゴミを燃やす日だったっけ？そんなの僕が知るかよ。死の後には気づいてないみたいだな。そっとしておくか。あー、じゃあ特に何もできないのか。じゃあ、なんだなんだ？箱？見に行こうか。ん？某時刻、クラインの里。なんか変わった？あ！ギャー！逃げたな。あ、ちょっと待ってくださいよ、夏美さん。屋敷の中に逃げていってしまった。これ追っかけっこすんじゃねえか？集権者の間。